さあ、本日のホヒヒ、ホヒヒですね。ホヒヒが座ってる。はい。さあ、今日のオーガナイザーですからね、今日の。そうですよね。はい。さあ、見せて。黒人対マスケン。はい。さあ、まずはゲージをお互い貯めるのか。さあ、ここはちょっと挨拶代わりですね。さあ、先にゲージが溜まったのはストレート。コクニーダーが待ちにもそろそろ溜まるか。伸びを通す黒人。おー、これですよ、これ。このこれ5000がくらい俺やられたよ、これ。うわ、強い。うわ、しっかりカニをガードして。いや、マスケ向いてる。お、ちょっとミスったけどヒヤッとした。ま、ほんと？お互い。おお、マジリバサカに。さあ、ここはやっぱブロッキング後の逆二択ですね。これはしっかり向こうもガードしてるし。あー、今反応しそうな勢いだったんですけどね。さあ、特に今のちょっと取られたのはいいけど、バナオがすごい喜んでる。やっぱ黒人プレッシャーか。さあ、通常技が結構。ここは勝負のゲブロ。下入れてるんですか。あそこはやる。あそこただ黒人技をガシガシ当ててるので、ゲージはフルマックスだぞ。マジいて。殿下の宝刀のカニがしゃがみ中間に。マツケンが寒い。さあさあ抜けたが、うお、間に合って、すごい。間に合った。俺正直今ダメだかと思った。ガード間に合っちゃうのかなって思ったけど、途中までダメかと思ったけど、すげえまくる。あれをしっかりとがめていく。さあ、置き攻めはしない。さあ、ここにゲージは 1.2。 ここでさあ、1.0入って、勝負。素直マツケンの勝負のブロが冴える。おっ、おっと、当たった。当たる。さあ、どうなる。落ち着いてる、ここに。ああ、マジ、うわ、マジかー。